球 OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けをしてまいります。チャンネル登録そしてグッドボタンもお願いいたします。さて今回のゲストは西武やロッテで活躍をされました強打者GG 佐藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 GG 佐藤です。よろしくお願いします。お久しぶりです ね、ご無沙汰しておりました。何年ぶりですか。ライオンズにいらっしゃってね。そうなんです、お世話になりまして。テレタマですか。テレタマと最後文化放送 で、文化放送で、2010年までお世話になっていましたので。もう10年以上ですね。そうなんですよ。もう11年までいたのかな。、はい、西武にいたん で、ね、途中でねいなくなられたんですよね。あれ戦力外ですか。戦力外通告食らいました。まさか。そうですね、ちょっと FA なところも。いい方ね。よく言いますね自分のことですけれども、ね。はい、私が知ってる GG さんは、はい、この方なんですよね。そのままじゃないですか。随分でもあれですよね、あのいい意味でお変わりに変わりました。まあ、途中イタリア挟んじゃったんで。あ、やっぱりワンかぶれ入れてますから。伊達男が一回かぶれてるんで。はい、まだモテたいなって思って頑張ってます。あ、はい、そうですか、はい、イタリアの血が流れちゃってるんで、はい、すいません。でもあれですか、まあ、あんまりこう体のことばかり聞くのもあれですけども、はい、体重だとかウェイトからすると今どのぐらい。この頃110キロあったんですよ。今90キロなんで20キロぐらいは痩せました。なるほど。やっぱり、うん、でもこういい引き締まりながらの痩せ方と、いやでも全部もうトレーニングもやめて、はい、プロテインも その時10杯ぐらい飲んでたんで1日。すごいです。でも3時間おきとかって、そう、はい、ガンガンプロテイン飲んでたんで、はい、持ち歩いてたんで常に。そうですよね、はい、いや、いろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。僕 OB チャンネル見てますよ。ありがとうございます。何回か予習してきたんですけど、はい、あの回やばいですね。教員レジェンド3人。あ、はい、1番高木大勢、3番高橋由伸、4番副島浩太、はい、あれなんすかあれ。すごいね。すごいですよね。あれたまらないっすよ。ね、OB クラブチャンネルだからこそ、はい、大丈夫俺一人で戦力足りなくね今日。大丈夫ですかこれ。そんなことないです。そこからのもうここからあの GG さんの回、4回行きたいと思います、ね、呼ぼうよ助っ人。助っ人来るんでしょ後から。どなた呼びますか。片岡とか出てくるんでしょ。片岡あいつ暇そう、巨人のコーチ暇してそうだから来るそんなことないでしょ。そんな、ね、いやいやいや、でもいずれなんかそういった夢の夢のコラボね、夢のコラボも期待したいですけれども。2008年優勝メンバー同窓会やりたいですね。そうですね、はい、それですね。今お会いになることとかありますか。まあたまに、まあ、球場行けば仲間、おかわり中村君とか仲いいですし、はい、うんうんうん、まあ、栗山も仲いいですし、はい、まあ、涌井とも仲いいですよ。ツイッターで絡んでるので。押してますよね。俺涌井のファンなんです。ですよね、はい、あの150章のコメントも出してらっしゃいましたが。よく見てますね。SNS 戦略見てますね。SNS 戦略に乗っかってます。乗っかってますね。はい、ファンの気持ち、まあ、プレイヤー側にいて離れて、はい、選手を応援するファンの気持ちってもすごく分かりました。球場タオル買って広げたりとか、うんうん、お楽しいじゃんこれみたいな。まあ分かりました、はい、グッズショップとか行きまくってるんで俺。いいですね、はい、グルメも楽しんで、グルメも楽しんで球場のそうそうそう。いやいや、 OB がやらないことをどんどんやっていこう。いやいやいや、でも嬉しいです、はい、ファンも、はい、野球始められたのは小学校5年生の頃ね。すげえ、すげえ帰ったね。1年生から急に7歳に帰ってきたね。7歳からだったということで、7歳から始めました野球は、はい、地元の市川のリトル、はい、リトルリーグ、リーグにいらして、はい、まあ、きっかけはお父様の影響、まあね、ということも、まあ、父がこう僕に7歳の僕に、はい、あ、ね、5歳くらいか僕にこう球を転がしたら、物の見事さばいたと、やばいぞこの子はつって、はいはい、もう一回やってみろつって、うん、またさばいたと、お母さんお母さん、お母さんうちにとんでも神の子が授かっちゃったぞとうちの息子はプロ野球選手になるっていう風に父がこう妄想を抱いちゃったんです。そこがきっかけですね。守備からっていうことだったんですか。まあ、とりあえずバットとグローブとボールを買って、まあ、キャッチボールから始めてみたいな、はい、で転がしたらうまくさばいたから、うんうんうん、これはすげえぞと、はい、そこからスタートし、うん、中学校では港東ムース、はい、これは、まあ有名なチームでもあると思うんですが、オーナーが野村幸男さんが勤めていらしたというチームですよね。うん、ここに入るきっかけっていうのは、まあ、小学校のチームが弱かったんで、
でやや天狗になりかけてたんですね千葉の、まあ、田舎のチームで、まあ、そこそこうまかったん でお父さんも父もこれで良くないと思って強いチームに入れようみたいな、うんうん、で日本一強いチームどこだって探したら前年度全国制覇してたのがこのチームだったんでじゃあここに行こうみたいな、はい、見学に行こうみたいな。まずこれオーナーはあの奥様が務めてらっしゃいますけど指導は息子のダン野村さんが監督だったんでダンさんが監督でした、はい、指導者です、はい、でもここでのこの3年間ですかかなり厳しかったみたいですね。っすよもう今じゃできないようなもうスパルタ教育でしたねやっぱね、はい、時代っていうのも時代、まあそうまあ、叩かれる的なのもありましたし、うんうんうん、やっぱり負けたら頭剃ってこいとかスキンヘッドみたいな中3ですよ。思春期髪の毛固めたい時期にスキンヘッドですよすげえ嫌でしてそのまま卒業アルバムに映ってますからね。あ、なるほど、はい、多感な時期にいろんなこう練習もきつかったですけど、うん、いろんななんていうかないろんな辛さもありましたねやっぱね。でもまあ3年そこで耐え抜いてその GG の名付け親はサッチーなんで。ああ、はい、そうなんですよね。中1の可愛い僕がね、はい、練習野球やりたいですって言ったんですよ可愛い僕が。そしたらサッチーが出てきておめえなんだとかなんだお前はみたいなで俺ちょっと猫背だったんですよ、はい、なんでシャキッとしてたとクソ GG って言われたんですよ。おそこからあだ名がジジイってついちゃったんです。あーなるほど。サッチーがお前ジジイくせえなっていうところからジジイジジイになって、まあ、ジジイ佐藤になったんですけど、うん、じゃあもうあだ名がその時中学生の頃についたということなんですね。でそのあだ名を大学卒業してアメリカ行く時に、はい、ダン野村さんがちょうどエージェントやってたんですよ、ええ、監督も辞められて、ええ、はい、野茂さんのエージェントやってたんで僕もエージェントやってもらったんですよ、ええ、その時にお前ジジイだから、うん、じゃあジジイ佐藤にしろよってかっこよく変換してくれたのは、うん、ダン野村さんなんです。僕の名前は野村トレインでできてるんですよ。野村トレインで名付け親サッチ変換したのはダン野村、はい、野村トレインです、はい、誕生したという、はいはい、誕生しました、はい、でも名前は変えてよかったです。でもうーん、はい、インパクトはいやそうですよね、はい、ある意味そのなんかこうアルファベットと漢字というか名字 の、うん、まあ、その走りといいますか、ね、最近 A4 に行くとオリックスにいましたかって結構言われるんですよ。多分 T 岡田とかなんかごっちゃになっちゃってるんですよ。 T 岡田パンチ佐藤分かる、はいはいはい、何か分からないですけどす、ね、いろんなあとK鈴木って謎の最近出てきてるんで謎った失礼か謎った失礼ですね。 K 鈴木もいるんでなんかそういう名前オリックスくくりになっちゃってるんですよ。でオリックスいましたよね必ず言われるんでそれ T でしょって言うんですけどそこだけはちょっとお願いします高校時代桐蔭学園でしたがそこではどんな選手だったんですか。桐蔭学園では、うん、あんまり目立った選手じゃなかったですねやっぱりね。なるほど。ホームランも清宮幸太郎選手111本か高校通算打ちましたけど僕3本しか打ってないんでホームラン。最後の3年生の時にレギュラーにやっと慣れて、はい、1、2年の頃はずっと補欠でしたし、うんうんうん、そんなに目立った選手じゃなかったですね。で神奈川にあの森野、はい、東海大阪の森野とか、あと横浜高校の阿部正弘とか、まあ、結構県内にスーパースターが結構いたんですけど、うん、もう全然及ばず、はい、プロに行きたいっていうのは終わりだったんですか。いやプロに行きたいとは思ってましたけど、うん、もうそれは遠い夢すぎて今イメージができないというか、まあ、高校の時はプロに行きたいというよりもやっぱ甲子園に行きたいという気持ちが強かったですかね。うん、甲子園ってすごいですよね。何事にも変えられないなんか頑張れますよね。苦しいことも、はい、そうですよね。で甲子園がなかった去年の、ね、夏の春か、はい、子たちは変えそうだな本当に変えそうだなと思いますよね。確かにそうですね、うん、もうそこ限りということになりますもんね、はい、そこからも法政大学 で、また野球部入られて、はい、法政大学ではその万年補欠だったというお話も聞きましたが、はいはいはい、そうなんです。おもう4年間ずっと補欠で途中練習も行かなくなりましたし、もう腐ってる時期も多かったんですけど、うん、だからレアキャラなんですよ、うん、レアキャラ。さすがにプロ野球選手になるような選手って大学では目が出てるんですよ、うん、まあまあ。なるほど。でも大学でも補欠でプロってなかなかいないんですよやっぱり。そこのこのモチベーションっていうのは何だったんですか。いやなんすかね、一回その同級生の阿部正弘ってね、はい、横浜高校がいたりとか広瀬淳っていう広島、はい、同級生にも、ね、もプロ俺3人いたのかな俺の他に、行ったのが、はい、うまかった。みんなレベル高かったですよ。そのレベルについていけなかったです僕は。ちょっとでもこう野球はお好きでずっと続けていきたい。野球が好き、まあ、好きでしたかね、はい、うん、
じゃあその大学からプロっていうところはあまりその頭には、いやもちろん行きたいですよ、うんうん、行きたいけど到底そのドラフトにかかるレベルではなかったんで、うん、諦めてもいいシチュエーションいっぱいあったんですけども、はい、やっぱりその野村監督にいただいた念ずれば花開くっていう言葉を僕すごく大事にしてるんですけれども、野村さんがその人は念じ続ければ必ず花が開くと、うんうん、で途中で諦めた人間、念ずるのやめた人間は夢が叶わないよって言ってくれたんですね。その言葉を大事に頑張り続けて、諦めなかったからまあ良かったのかなと思いますけどね、はい、その言葉をいただいたのがいつですか？中3の時です。中3の時に卒業式の卒壇の日に直筆で書いてくれて、今でも持ってますけど大事に、うん、その言葉にはもう何回も救われましたね、辞めたい瞬間いっぱいあったんですけど、うん、まさしく金言ですよね。そうです、本当に。で大学の時も諦めて、はい、本当に野球やめようかなと思ったんですけど、はい、なんか諦めきれなかったんですよね。自分を見た時になんか才能、どっかに才能あるんじゃないかなって自分で感じてたんで、うん、はい、じゃあもう一回頑張ってみようと思った時に、うん、ホームランバッターにはなれないって言われてたんですよ、周りから、はい、すごい細かったん で、で打球もホームラン3本しか打ってないから高校の時、で君はホームランバッター無理だって言われてたんですけど、もう一回頑張るんだったら、はい、好きな自分になろうと思って、うん、好きな自分なんだって言ったら、うん、ホームランバッターになりたかったんですやっぱり。そこを目指した時にもうスイッチがバコンって入って、うん、もう自分で決めたことですし、うんうん、そこからやっぱモチベーションはすげえ高くなりましたよね。うん、なんか人が望む姿じゃなくて、好きな自分になろうぜ的な的な感じです。そうだね、はい、でまあホームラン打つと思うよ、やっぱマーク・マグワイアとか、はい、サミー・ソーサが活躍してたんで、もうマッチョにならなきゃいけないと思って、そこから筋トレ始めたんですよ。じゃあ時期的には大学3年の時ですがトレーニング始めて、はい、もう本屋に蔦屋に行ってボディービルダーの本を買ってきて、ボディービルダーの本だったんですね。買ってきて、ボディービルダーは3時間おきに飯を食うって書いてあったからそれを実践したりしてたんです本当に、はい、ボディービルダーもプロ野球選手は有効なんですか？わからないけど、体をでかくマグワイアになる術はボディービルダーしかなかったです俺の近くにも。情報がないですからスマホとかが。あ、まあそうですね。そう、で部屋中にボディービルの写真貼りまくって、はいはい、目からの刺激とか言ってやって12時に寝て3時に目覚ましかけて、プロテインと卵をまた寝る、6時に3時間おきに飯食わなきゃいけないから、6時に目覚まし、またプロテインと卵を、そんな生活本当してましたもん、はい、もうバンドエイジ買ってくれ卵ゆで卵時間になったら飲んでましたけどね、ロッキーのごとく、はい、それちゃんとついていくものですか？いやもうね、1ヶ月ぐらいで15キロぐらいでかくなりました。1ヶ月で15キロ、はい、でも練習行ってないから、もう筋トレとタンパク質補給を1ヶ月ぐらいやってたらマジでかくなっちゃって、久しぶりに学校行った練習行ったら引かれた、みんなに、お前誰だみたいな1ヶ月でマジでその変わりようは確かに、でモチベーション高くて、うん、練習もしたいわけですよ、うんうんうん、ガンガン、はい、させてくれよなるんですけど、もう法政やっぱ強いチームだし、そんな1ヶ月も半年も休んでるやつ、いきなり練習させてくんなわけですよ、いきなり。なるほど、ね、はい、練習させないとムカつくわけじゃないですか、もうこっちでかくなってるの打ちたいのに、ね、場所がないわけですよ。だからもう法政二高の高校が横にあるんですけど、はい、高校生に混じって練習してたんです、だから狙ったでしょうねうざいやつ、ね、もう打たせてくれっていう。大学3年生なのに高校生と一緒に練習してるんですよ俺でもそれ OK だったんですね。なんかわかんないけどOK もらって練習した高校生と、そんなやばいやつですよだいぶ。でももうこう目標ができて、うん、もうこうと思うと突き進まれて、そうですね、そこからやっぱりなんかこうね、うん、自分変われましたよね、なんかよしやるぞと。でもまあ体が変わるってやっぱりその、うん、こう潜在的にも変わっていくところはありますよね、うん、意識もね。念じ続けられたのはやっぱりこう好きな自分になりに行ったからだなっていうのはすごく思いますね、やっぱりね、うんうん、まあ、自分の人生なんで、うん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 、そうですよね、それは大事かなと思いますね、うん、確かに。でもあの六大学のその公式の、先発出場した遊撃手として史上最重量という。そうなんですか法政って基本補欠がでかいんですよみんな。あ、体が、そう、皆さん補欠暇なんでやることないんで、いや筋トレばっかりやっちゃうんでみんなでやっぱレギュラーはやっぱ野球うまいんでシュッとしてるんですけど、補欠軍団はマジでかいですよじゃあその初めて3年生の時に始めて、トータルでどのぐらい大きく、114キロぐらいまで行きましたよ。うわ、大学4年の時パンパンス、本当にマジボディービルダーです。
114キロぐらいの選手は他にいたんですか、大学に、うん、いや、いないないですね、100キロ超えがそんなにいないですもん、でプロの日本人でもあんまりいないですよ、100キロ超えって。でもこう体には支障がなかったっていうことですか、こう大きくしても、まあ、その頃はまあ元気だったんで結構若かったし、うんうんうん、で放線田淵ネットってあるんですね、もう田淵さんがあまりにホームラン打ちすぎるからネットを上げろと、はい、高いネットが田淵ネットっていうネットがあるんですよ、はい、それはポンポン超えて、俺田淵超えたとか調子こいてましたけど、うん、でも気持ちいいですよね。でも練習ですから、練習で試合時1本持ってないんで全然打ってないんでそれはどうしてですか、試合で結果が、やっぱり飛ばすけど、うん、技術がないんで試合で打てないんですよ。バッティングピッチャーだったらボンボン打てるんですけど、はいはい、やっぱ実戦になるといろいろ投げてくるじゃないですか、クルンクルンです、全然打てないです、はい、あでもその大学生の時にその肉体改造、肉体改造始めましたね、行われ、はい、人体実験を繰り返しましたよ自分自身でやっぱね、情報が取れなかった、あの時代は本当に何が正しいかわからないんで、はい、うんうん、もう自分で実験するしかなかったんですよ、やってみると、うん、本当に、あ、はい、でもその、まあ、プロに入られた GG 佐藤選手というとやっぱり私たちはそのイメージですもんね、まあ、もうそうですね、うん、もうでかくなってましたからね、うんうん、はい、本来こういう体型が元の体型なんですよ、はい、っていうことなんですね、無理やりこうなってたんで、はいはい、やっと着ぐるみを脱げたかなみたいなやっと後ろチャックついてましたから、本当にでも本当に脱がれた感じ、後ろチャックで入ってましたからってねいや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 、でもね、そこからアメリカにも行かれて、はい、そして日本の NPB にも入られてというところに行かれるわけですよね、うん、ということで、まずはあのアマチュアの時代を今回は伺いましてということで、皆さん次回もお楽しみに、ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピン。